はい、水上でございます。今回もよろしくお願いいたします。もちろん宝塚記念大予想ということで今回の競馬大学をお送りいたします。当然ね、枠順確定後の収録となっております。早速ねゲストから紹介いたしましょう。予想博士でございます高柳誠二さんでございます。高柳さん、またよろしくお願いします。はい、どうも。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう困った時の高柳頼みということで、いやいやいや、もう難しい。いや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 、ね、今回相手選びが非常に難しくなりそうな宝塚ということで高柳さんに来ていただきました。はい、そしてもちろん競馬ラボ鹿野くんにも加わってもらいます。鹿野くんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、前半でおそらく単勝上位人気の3番人気までに入りそうな馬ですね、この3頭を選んで、それぞれに私と高柳さんがね丸と×の評価をしていきます。でこれ×というのを一応出しますけれど、これ決して係数いらないって意味じゃなくて、評価がねこう低めだよということで、まあまあ印で言えば白三角とか抑えとかね、その程度だったら買うかもしれないけど、決してそんな本命対抗にはちょっとしないよという、そういう意味だというふうにご了解いただければと思います。じゃあ早速本題に行きましょう。今回ね宝塚記念、3頭の丸×評価、もちろん1頭目はですねもう断然の一番人気になりそうなイクイノックスでございます。イクイノックスね、これまあ何倍ぐらいになるかっていう興味もあるんですが、ね、高柳さん多分1倍台あるよねこれ。ああ、それはあると思いますね。ね、1倍台、まあ2倍切るんじゃないかと私も思っております。そのイクイノックスですが、私から行かせていただきます。私の丸×評価は丸ですね。もうしょうがないかなと思ってます。はい、でこれはですね、まあ週頭の動画でも申し上げましたけれど、もう本当に肉体面にね何かがあったという時以外に、事前予想として考えた場合にですよ、資格を探すのはかなり難しいかなと思います。で大雨もねどうやら回避できそうです。土日の京阪神地方はね、まあ天気良さそうですんで、そういったことを考えると、まあ枠も最内でも大外でもないっていう感じですし、でこの馬の場合客室的にもねちょっと前にも行けるようになってきたということですから、そういった意味であまり不利を受ける可能性も低くなったということで、再三申し上げてますけれども、もうとにかくねお母さん方の血の強さですよ、ね、母父キングヘイローであり、そしてねトニービンも入ってという、非常にこう宝塚記念向きのヨーロッパの血強く入っているということで、で多分今の阪神ね、まあ今週末も時計早い決着になりそうなんですけど、もうそれはイクイノックスは散々ね実戦で、そういった決着にももう問題ないというのはもう証明できてます。まあ、なので私はもうイクイノックスはね、まあよっぽどのことがない限りは崩れないんじゃないかなと思ってます。で高柳さんですね、高柳さんのじゃあ丸×評価も聞いてみたいと思います。はい、×をつける勇気ないでしょどうですかお願いします。はい、はい、丸ですねですよね。はい、まあ、なんとかこの馬を任したいという気持ちで、まあ、丸というか対抗とか黒三角ぐらいの評価で、この馬に勝つ馬を探すのが、まあ、目的というかね。はい、ね、ただしですね、これ平均指数を見てもらうと、はい、イーノックスはこれ E ノックスになってますけど、はいはい、平均指数2なんですよね。おまあ、これはどういう意味かというと、斤量補正でちょっと下げられているということで、例えば、うん、有馬記念は55キロで勝っているので、はいはいはい、まあ、今回58キロから3ポイント減ということになるので、まあ、ただしまあその、ね、実際負けた春2冠が57キロだったんで、うん、まあ難癖みたいですけど、今回初の58キロがもしも影響するのであれば、この筋量補正みたいにそんなに差がない可能性もあるかなとは思うんですよね。うん、なるほど。まあ実際は本当この馬も成長してますし、あんまり筋量関係ないタイプではないかなとは思うので、うん、まあ、そこを考えれば実質もちろん能力的にはトップかなと、その評価は揺らがないんですね。うん、なるほどね。はい、ただ、まあ、これ今度レースの傾向、ファミナン傾向とありますけど、はい、まあ、水上さんも言われた通り、まあ、週末多分馬場軽くて割と時計の早い決着にはなるかなと、あと展開的にも20年とか去年みたいなそんなハイペースにはならずに、割と流れは落ち着いて上がりが早くなるんじゃないかというところで、21年はちょっとまあ極端とはいえ、
まあ、基本的には軽い極軽系が一昨年はワンツースリーだったんですよね。レースの質としては軽いかなという見立てでいます。なるほどね。はい、ただしイクイノックスはどういう馬かと言いますと、イクイノックスは16号族自力系で、まあ、母のシャトーブランシュっていうのは、まあ、ミチュアルのローズステークスで2着に突っ込んできたのが、まあ、印象的な馬で、はい、あと16号族というと、まあ、古くはオサイチジョージとか、はい、とヒシミラクル、まあ、ゴルシュとか、うん、マリアライト、まあ、それら本当によく走ってるんですが、うん、ちょっとなんか一昔前のタフなレースに合っているような印象で、まあね、うん、まあ、今回カルババのスローになると若干切れ負けをして何かにやられる可能性はあるかなという、まあ、そういう評価ですね。なるほどね。今途中でペース展開の、ね、話も出てきたんですけど、私も時計は速くなるということを申し上げたんですが、ペース的な部分はちょっとこれどっちもね、高柳さん言えるかなと思うんですよ。見立てとしては去年ほどの速さにはもちろんならない、パンサラッサもいないしならないと思うんですけど、そうですよね、確かに一昨年でしたっけ、ぐらいの感じかなと思うんですが、ただ、一応ね、もうこれはもうどうやっても逃げるって言ってるユニコーンライオンがいて、で、まあ、ドラエレーデもいて、でアスクビクターもいますから、ある程度はこう緩みはないんじゃないかなと、スローの用意ドンは多分ないだろうなと思うので、まあ、去年ほど速くないけど去年の劣化版っていうか去年の縮小版ぐらいな感じにはなるんじゃないかなと思っていて、あくまでこれ私の見解ですよ。私はそういうふうに見ていて、はい、なので上がりが速くなるっていうことは私はちょっと今回ね想定しづらいかなと思うんですが、そこはちょっと見解が割れるところだと思うんですが、まあ、ユニコーンライオンがかなりその放置されるというか、そんなにマークされないと思うので、うん、ああなるほどね、大逃げって感じ、うん、そうだ、まあ、2年前の方がまだね注目されていたとは思うので、だから本当にまあ、イクイノックスが本当に自力で早めに動いたりすれば別ですけど、ちょっと本当に遅くなる可能性もあるかなと。ああなるほどね、というところでね、まあ、見解面ペースによってもね、まあ、決闘っていうのはもう来る、まあ、当然勝ち決着時計もそうですけれど、まあ、そういった部分でもね、決闘からこういうケースがペースが合ってるとか合ってないっていうのはあるんで、まあ、その辺がねどういうふうになるかというのは非常に楽しみなところではありますけれども、鹿野くんこれデータ的な部分の分析は週頭にやってもらいましたが、まあ、当然イクイノックスはそういった意味でいくとそんなに悪い評価にはならないっていう話でしたけど、そうですね、まあ、ただその時も言ったんですけど、東京で G1 を勝ってる馬は過去10年でも勝ったことがないとか、あとはダービーで連帯したような馬がですね、本当ことごとく負けるレースで、まあ、過去10年で見てもドゥラメンテの2着が最高ですし、まあ、去年のエフフォーリアとかその前のレイデオロ、里のダイヤモンドとか、力が圧倒的に上だろうっていう馬が負けるレースではあるんですよね。そうですよね。牝馬でも例えばジェンティルドンナはね、あれだけ多く使ってジャパンカップ勝ってってのありましたけれど、はい、宝塚記念ではね3着にとどまってっていうのもありましたし、そうなんですよ、あとはですね、まあ、先ほどから展開のお話がありました、はいはい、ちょっと今回書くこといっぱいあって文字だらけで申し訳ないんですが、はいはい、隊列はこっちですね。で2022年去年、去年4日目の両馬場がこんな感じで入りました、はいはい、で2019年8日目の両馬場、はい、今年と同じパターンです、はいはい、今年と同じパターンですね、はい、ご覧いただいて分かるように、はい、どっちももう4コーナーではかなり前にいないと話になりませんっていうレースですね。で馬場が渋ると内側から伸びてきたり後方からまくってきたりできるんですけども、基本的にはこの4コーナーでは勝負1から5番手ぐらいにはいないと来ませんよというレースなんですが、イクイノックスは最近しっかり前に行けるというか、4コーナーでは先端に取り付く競馬ができるので、この位置にいれば来るとは思いますけど、過去 の、 そのさっき挙げたエフフォーリアとかレイディオロとかっていうのはもう4コーナーの時点でもううちで下がってたんですよね、前にいなかったというか、そういう展開になってしまうと差し込んでくるのは大変なので、どっちに出るかなというところですね。ただまあ前走のドバイとか、まあ、その前の有馬記念ももう4コーナーで前にねいたので、このところのイクイノックスはそれは成長したのか、あるいは行きたがるようになってるのかはちょっと分かりませんけれど、まあ、とにかく勝負どころではもう前の方にいるっていうのが徐々に形になりつつあるんで、まあ、そうなってくると昨今の宝塚記念の最後のポジション取りっていう意味では、まあ、そこにも隙はないんじゃないかと
いうことではありますよね。あのここ2走のああいう前進規制というか、うん、まあ、スーッと上がっていくような前がかりの競馬というのが多分この馬の本来の姿だと思うんですね。あ、なるほどね、はいはいはい、昔のように本当にいけないとか後方からみたいな、うん、こういう馬には思い、まあ、血統的に、ね、見たら北サンブラックですし、うん、早めに動くっていうのがこの馬の本来の姿だとは思うんで、うん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 、それを考えると今の競馬スタイルの方が宝塚には合ってるかなと、うん、なるほどね。あと水上さんがさっきちらっとおっしゃったんですけど、はいはい、事前予想の段階ではっていうところですよね。本当この場合はもう初の阪神関西競馬立東滞在っていう今までやったことないことが結構あるので、うん、それもどっちに出るのかな。普通に走れば勝つんでしょうけど、はい。ただまあそこに関しては私はかなりこう好意的なというか楽観視してて、まあそもそもやっぱりドバイ行って勝ってるわけですから、関西輸送、別にあの直前輸送だったらちょっと心配をしましたけれど、もうねずっと滞在して調整してるので、その辺は多分陣営もその意識して、その海外遠征と同じようなシチュエーションで、遠征競馬に臨もうっていう考えだと思うので、あの直前輸送がない限りは私は別にそこはね、私は心配する必要はないんじゃないかなというふうには思ってるんですよね。だからむしろ逆にあの暑さにめちゃくちゃ弱かったとか、そっちかもしれないなと思うんですよ、なんかあるとすれば。まあ、あとはね競馬ですから、まあ道中ね何があるか分かりませんし、イクイノックスが無事に走っても他の馬の不利に巻き込まれるとかってこともあるかもしれないんで、だからもうそんなことを予想してたら馬券買えなくなっちゃいますから、だからまあそういった意味でいくとイクイノックス、うん、あの能力でこの馬下げるっていう見解はなかなか難しいと思うんだね、適正でも、うん、もろ手を挙げて本命、まあ、打てるかどうかっていうのは別にして、まあ、あと高柳さんも冒頭でおっしゃってましたけど、 あえてねこういう前にそう我々予想のこう人前で出す人っていうのはあえて本命打たないで対抗とかにして高柳さんはさっきあの任す馬を探すっておっしゃいましたけど、まあ、任さないまでも一番来て妙味がある馬を本命にするっていう、ね、ケースもあるし、まあまあそこら辺はねちょっと人によってこう捉え方違うんですけど、何か言ってるかといえばイクイノックス強いですよってことを言いたいんですね、はい、じゃあ2投目いきましょう。2投目はですね、春の天皇賞を勝って臨む、おそらく2番人気になるでしょう、ジャスティンパレスですね。ジャスティンパレス、私のじゃあまず丸バツからいきましょう。私はですねこれにしました、バツにしました。これはですね、これも週頭の動画、まあ、もしご覧になってない方は見ていただきたいと思うんですが、やはりねディープインパクト3区の近年の宝塚記念でのこのなんというか劣勢ぶりですよね。特に、2017年以降か、もう成績が急落しているということ、まあ、もともと宝塚記念あんまり得意なレースではなかったんですけど、ディープにとっては、まあ、それがね近年特に強まっているということですよね。まあ、雨が回避できたっていうのはこの馬にとっては大きいとは思うんですけれど、お母さん方の血統合わせて考えても、まあ、さっきから話題になっているその時計が速くなる決着の内回りですよね。これはどうなんだっていうのがあります。後半 1000m 足ためにくくなるので、早仕掛けをどうしてもしなきゃいけないってことになった場合に、ジャスティンパレススタミナはあるんですけれども、ちょっとそのスタミナがね、もうちょっとやっぱり緩い決着になった時の方がいいんじゃないのかなと。私はさっきも言いましたけど、緩みのない展開というのを予想してるんで、まあ、そうなってくるとそっちの面でも苦しいかなということで、ジャスティンパレスはあえて×をつけました、はい、じゃあ高柳さんのジャスティンパレスの評価聞いてみましょう、お願いします。はい、あ、丸つけた、はい、まあ、かなり本命級の評価をしています。おお、はい、真逆に言われたね、これは、はい、いいですね、はい、まあ、平均指数でいうと、うん、5番目ぐらいかな。そうだね、高くならないですよね、はい、うん、まあ、ただし前走は春天で58キロを背負って快勝したのが52あるので、はい、まあ、上がり馬という言い方あれですけど、まあ、長距離に使われて、まあ、成績が上がってきたというのは、まあ、事実ではありますね、うんうんうん、あとなんか調教について、1周前に反応が悪かったのはちょっと心配だったんですけど、まあ、それは毎回のお約束のような感じで、うん、まあ、直前の動きがかなり良くなっていたので、うん、はい、まあ、出来に関しては前走ぐらい、前走以上あるかなと思います、うんうん、で、まあ、ポイントなんですけど、この馬はスタミナにあふれたステイヤーではない。そうですね、あ、そうじゃない、ではないんだ、うん、なるほどなるほど、うん、まず、まあ、ボクガル系なんですね、2号道のボクガル系、はいはい、あと
本当にスタミナがあるんであれば、うん、暮れの有馬記念のようなタフなレースに強いはずなんですが、もう全然有馬記念はクソみたいな結果になってまして、うん、全体の時計も上がりもかかるようなレースは不向き、うん、でまあここにそう確かに長距離でまあ、連勝してるんですけど、もうスローの高速上がりみたいな、うん、まあ、前走でもちょっとそういうアクシデントとかがあって、もうかなり三角で緩むような形で、うん、まあ、上がり3ハロンは11秒台が並んだようなレースで、そこを抜け出すような足は使うんですよね、うん、そこが奥軽系、まあ、ディープだからという意見もあるかもしれないですけど、うん、まあ、今回のレース展開について、まあ、水上さんと多少違うといえば、あの僕は緩むと思うんですよ、うんうんうん、で、まあ、軽い馬場でスローで上がりがちょっと速くなる、うん、そこで抜け出す足を使えるというのが、まあ、ディープであり、極軽系の2号族だから、例年のレースとはちょっと違うというかね、かなりフィジカルの軽いレースになると僕は踏んでいて、あ、なるほどね、もう地面のラップだけで言ったら神戸新聞杯みたいなラップになるかなという、まあ、そういう変わった見方をしてるのかもしれないですけど、うん、まあ、そうなると踏んで、まあ、このまま北京にしました。なるほどね。あの今おっしゃった話でいくと、確かに京都のね春天を飼ってるっていうのは逆にプラスに働くっていうことにもなるかもしれないですよね、そういった意味でいくとね、うん、ジャスティンパレス見解、私と高柳さんは分かれました。じゃあ鹿野くんに聞いてみましょう。鹿野くん、これ確か週頭春の天皇賞連帯馬の宝塚がひどい成績になってるって話をしましたが、はい、そうなんですよ、やはりそういうとこですかね、はい、で、うん、週頭の動画では最近の傾向をお伝えしたんですけども、過去10年まで広げてもですね、はい、前走天皇賞春で1から3着だと、馬場状態問わず10113なんですよ、うん、ただこの101は勝ち馬っていうところがあって、2、3着が厳しいっていう、勝った馬は能力がもう違いすぎてっていうのがあるんですけど、あとは位置取りもジャスティンパレスはもう基本的にこの前の外ゾーンにはいるんですよね、天皇賞春もこの辺でしたし、基本的にはこの前の方にはいられる馬なので、もう本当そのあまりにも長距離適性が高すぎてのこの2連勝だと宝塚家にはちょっと下げるかなっていう気はしますけども、高柳さんがおっしゃったように、うん、そういう馬ではないのに天皇賞が勝ったっていうんであればここも勝つということで、ちょっと評価は微妙な馬かなと思いますけどね。うん、なるほどね。これはあの、はい、春天の勝ち馬なんですけど、例えばフィエールマンとかが、まあ、出てきたとすれば、うん、あの馬は中距離適性があった速い足を使える馬なので、ありましたね、まあ、そういうイメージで、まあ、この馬も速い足を使って対応できるんじゃないかという、うん、まあ、期待感を持ってますね、うん、なるほどね、はい、展開的な部分で否定的になるパターンと、それから高柳さんみたいにこう押せるっていうパターンとね、うんうん、そういうふうにこう分かれてくる感じですけどもね、まあ、ジャスティンパレス、どういうふうになるかというところです。はい、まあ、2番人気というかね、イクイノックスの相手としては多分これを取る方が多いと思うんで、まあ、これの扱いがやっぱり一番今年の宝塚記念は馬券面でのこう肝になってくるのかなという気はします。はい、では続けてまいりましょう。これ牝馬でね、3番人気これじゃないかと思う、ジェラルディーナです。ジェラルディーナの評価からいきます。ジェラルディーナの私の評価は丸としました。はい、丸としました。牝馬はね、とにかく2015年以降めちゃくちゃ連帯数が急激に増えていて、10年通算でも41615ということで、まあ、あの馬券券という意味では実に11頭送り込んでるということですよね。で、まあ、宝塚記念っていうレースの、まあ、難しさみたいなところもそこには表れていて、まあ、あの非常にこう蒸し暑い時期でもあるし、で男馬も女馬もそうなんですけど、このまあ大きいレース大舞台が続いている、まあ後でのこのまあ梅雨時のね、まあ、6月末というような、ね、感じの時期設定というのもあるんで、まあ、そこでちょっとね牝馬、まあ、もともと夏に強いとか言われてますけれども、まあ、そういったこう気象面での、ね、変化に強い牝馬の特性が出てるのかなという気もある程度してます。で、まあ、牝馬からじゃあ何選ぶかってなったら、まあ、そしたらやっぱりそれはジェラルディーナですよね。小回りコースでの実績非常にいいし、でこれも週頭で申し上げたんですが、どっちかっていうとジェンティルドンナは本来は小回りよりは広いコースの方がっていう話をしたんですが、やっぱりモーリスですよね、ロベルト系、まあ、モーリスの適性が出てるんじゃないのかなと思います。
もともとそのロベルト系っていうのはもう坂のある小回りコース、まあ、中山でもねこう大きなところで強かったわけですけれども、まあこれモーリスにも出てる。でモーリスの場合はあのさらにねその上がスクリーンヒーローで、でスクリーンヒーローの上には例えばダイナアクトレスみたいなものもいるわけで、大きな舞台のタフなレースの坂コースで強いというね、そういったこう血脈受け継がれているところがあります。まあ、なのでうーん私はジェラルディーナに関してはやっぱり牝馬ではこれなのかなと思います。まあ頭を取り切るかどうかって言われると微妙かなと思いますが、馬券券という意味では絶対に入れておいた方が今なのかなというふうに考えました。高柳さんのジェラルディーナの評価を聞いてみましょう。丸×をお願いします。まあ×ということにしました。おお今日分かれるな、はい、いや買いたい気持ちは山々だったんですけど、まあ、言われた通り牝馬がよく走るというので、まあ、特に自力系の牝馬というのは、本当によく走っていまして、まあ、マリアライトとかリスグラッシュが勝って、あとまあ母のジェンティルドンナも一応3着とか、ただこのメンツを見てもらうとかなり消耗戦というかタフなレースで構想したイメージがあるんですよね。なるほどね。でこの馬についても自身曲がり35秒6以上の消耗戦の時に、まあ、上杯とオールカマーに勝って、まあ、有馬記念でも健闘したと。ただし逆に高速上がりになった時は0115とパフォーマンスを下げているので、今回僕は春馬場のスローを想定しているので、まあひょっとしたら大阪杯みたいに後方のままみたいな怖さもあるかなというところですね。なるほどね。まあ、あの3着ぐらいに突っ込んでくることはあるかなと思いますけど、はい、なるほどね、はい。というところでここでもまたちょっとねペースを理由に私と高柳さんの見解が少し分かれたのかなというところはね、ありますけれども、はい、鹿野くんの評価を聞いてみましょう。鹿野くん展開的な部分含めてジェラルディーナというのはどんなふうに見てますか？これ先ほど高柳さんがおっしゃった通りですね、後方のまま終わるっていうのが一番怖い馬ですよね。ここなんですけども、これがですね、4日目の両馬場と8日目の両馬場の4コーナーの位置取りなんですけど、両馬場だと本当に3分の1より前なので、18頭立て17頭立てだともう5、6番手まで、ほんとこの辺ですよね、いないと来ないんですよ。でジェラルディーナって基本どんなレースでも4コーナーで真ん中より前でいないですよね。で今回武豊ジョッキーで、果たして4コーナーで1から5番手にいるのか。確かに牝馬はよく来るレースなんですけど、もう本当に4コーナーでどこにいるか、後方だったら僕も厳しいと思います。ちょっと確かに位置取りっていう面では心配はあるかなというのは、否めないのはあります。ただまあ、去年ね、例えばちょっと馬場は多分今年違うとは思いますけれど、まあ、デアリングタクトみたいなケースもあるので、まあ、直線でも前が消耗したところをちょろっと3着みたいなねことは私はあるんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、馬券的にはちょっと入れておきたいかなと個人的には思っておりますけれどもね、いかがでしょうか。ジェラルディーナの評価でした。また分かれてしまいました。はい。というところで私のお宝塚記念の本命馬とお宝馬はぜひ競馬ラボをご覧になってください。血統トレジャーハンティングレース前日の夜に更新されます。去年はヒシイグアス2着でしたけれどもね、本命で的中させることができました。概要欄にリンクを貼ってあります。どなた様も無料で見ることができますので、ぜひチェックしてみてください。さて宝塚記念大予想後半はですね、今挙げた、まあ、3頭以外にこう買いたい馬、これをですね、みんなで1頭ずつ挙げていこうじゃないかということでございます。では私からまた行かせていただきたいと思いますけれどもね、私が買いたい馬、それはですねディープボンドです。はい、高柳さんが大きいボンド的なまたダジャレを競馬予想 TV で書くんじゃないか楽しみにしているんですがディープボンドでございます。はい、でこれはですね、去年はね春の天皇賞2着から臨んで、でパンサラッサタイトルホルダーきついペースを、前でずっと踏ん張っていて、まあ、最後力尽きたと言いますかね、まあ、それでも最後まで粘って最後デアリングタクトにちょろっとだけ刺されたんですけれど、今年もねちょっと春の天皇賞2着からっていうローテ、まあ、さっきね鹿野くんデータ面からは否定されましたけれど、去年同じローテであそこまで頑張れているのですから、まあ、そこまで心配しなくてもいいんじゃないの
のかな。あれで去年大敗していたらちょっと別なんですけど、まあ、去年ああいった競馬ができていると。でしかも去年の宝塚記念より私メンバーがね楽だと思うんですよ、メンバーはね。あーなのでそれだったらディープボンド粘り目は十分あるんじゃないかなと思います。でこれはもう再三申し上げているように絆3区の阪神 2200m のもうとにかく好成績ですよね。連帯率で 23.5%、 副勝率で 29.4、まあ、副勝率の 29.4 低いじゃないかなと思われるかもしれませんが、実はあの3区が2020年以降25走以上このコースでした守護馬の中では実はトップなんですよね。つまりまあそれだけ成績がまあ割れ気味ではあるというのは確かにまあ否めないところあるんですけど、まあ、一応トップは絆3区取っているということで、何よりポイントはやっぱり回収値の高さで、延べ34回の出走があるんですけど、それで単勝回収率が289、副賞回収率も111あるということは、いかに人気面で妙味のある馬がこの舞台でね、それこそあの阪神志向だった年のエリザベス女王杯なんかもそうですけれど、そういった時に好走しているということが言えると思うんですよね。でもう一つポイントはイクイノックスと同じく母の父がまあキングヘイローというこの共通点ですよね。イクイノックスを重視するということであれば当然このダンシングブレイブからつながるキングヘイローの血というのはやはりこう坂のあるコース、タフなコース設定、持続力、そういった部分ではやっぱりポイントになってくるかなと思います。まあ、なので、多分ディープボンド、まあ、上位人気ではあるとは思うんですけれど、うん、上位には確実に来るんじゃないかなというふうに思っております。はい、これは高柳さんにちょっと評価聞いてみましょう。高柳さんってディープボンドって今のところ買う予定だったりします？まあ、ギリギリ抑えるかどうかというところなんですけど、ね、あなるほどね、うん、まあ、あの指数的には、上位3位なんですけれども、はい、まあ、ただしファミナンが、まあ、自力系の1号族って、まあ、下にありますけど自力系なんで、うんうん、去年はあの時計が早すぎてダメだったと思いますし、うん、今年は上がりが早くなるとやっぱりじりっぽさが出るんじゃないかというところで、うん、まあ、3着ぐらいに来れるかどうかっていうところだとは思いますけれども、はい、なるほどね。はい、鹿野くんデータ的にはでも1はディープボンドはもう間違いなくいいですよね。これはいポジションはいいですね、うん、ただ去年ここで4着だったんですよね、うんうんうん、この辺で、はい、なのでやっぱちょっと後ろの馬に両馬場だと刺されてしまう、 2200m だと刺されてしまう、うん、3200m とかだとこっからスタミナで粘れるんですけど、うんうん、2200m だとやっぱこの後ろのちょっと後ろの馬に刺されるっていう傾向ありますね、うん、やっぱり過去の戦績を見てもディープボンドって小馬になってから 2500m 以上のレースでしか好走してないので、うん、そこがどうかなっていうところですね、うん、一応ではいいと思います、うんうん、私はねさっきも言ったようにあの去年はもうとにかく異常なレースだったと思うんで、今年前につけても去年ほどの消耗は絶対ないまんま直線入れると思うんで、私は粘り込みは十分あるかなというふうには考えてます。まあ、あとはあれですよね、鹿野君的には春天2着っていうのがあんまりよろしくないという、ね、そうですね、やっぱ春の天皇賞を構想してしまうと宝塚記念で下げるっていう傾向がありますね、うんうん、はい、1着馬ならともかく 2,3 着馬はよりちょっと苦戦傾向が強いということですよね、うん、そうですね、はい、まあ、そういった部分ではディープボンド、まあ、これも評価ちょっと分かれるところではあります。じゃあ続いて高柳さんの解体、この1頭を挙げてもらいましょう。高柳さんどの馬にしますか？スルーセブンシーズ。おお、これは穴っぽいとこ来ましたね。はいはいはい、まあ、この馬上がり馬なんですけど、うん、平均指数でも、4位ですかね、うんうんうん、でここ2走連勝した指数が51-51ということで、うん、まあ、今年のメンバーならちょっと通用してもいいんじゃないかなという見立てですね、うん、なるほどね、はい、あと牝馬、うん、とにかく買いたかったんですけどね実は、うんうんうん、はい、で、はい、まあ、こちらは極ガル系8号族なので、うん、まあ、ジェラルディーナよりはすがるいと僕は見ていまして、うん、あとまああのドリームジャーニーサンクにはベルトライゼンデーとか、あとまあ前提オルフェサンクにはラッキーライラックとか言って、まあ、2200で強い馬を出していると、うん、でやっぱりポイントというか母父黒船で、あとまあ牝馬で極ガル系ファミナンというと、うん、まあ、クロノジェネシスやレイパパレがいて、特に近年の、うん、まあ、割と早い馬場の宝塚には向いているかなと、うん、もう前走 の、 あの中山牝馬ステークス、うん、相手は本当に弱かったですけど、3コーナーから4コーナー外をまくってくる時のうなるような手応えはちょっとクロノジェネシスをなんか彷彿とさせるようなゾクゾクがあったので、うん、まあ、その
手応えで、まあ、カリーババで回ってこれたらちょっと面白いとこあるんじゃないかなと思います、はい、おこれはねスルーセブンシーズンなかなかちょっと穴っぽいところ、しかも乗るのが、ね、池添ジョッキーですから、このレースめちゃくちゃ成績の池添ジョッキーというあたりですよね、はい、まあ、私はさすがにちょっと牝馬とはいえ男馬に混じっての実実績もない馬はさすがに過去来ないので、うん、そこがちょっと心配かなという、ね、ところ。それでいて金量があの前走より2キロ増えるというのは、例えば54キロのまま出られるとか言うんだったらまた別だったんですけど、であとはやっぱりね、もうステイゴールド系は宝塚記念はもうかつてはもうブンブンもうなってたんですけれど、うん、近年は急に来なくなってしまったっていうのが一つ心配があるかなというのが、まあ、あるので、まあ、まあそこぐらいですかね。ちょっと普通のレースだったらこれちょっと面白いとは思うんですが、まあその辺ですかね。ちょっと私はそういった面で危惧を抱いています。じゃあ続いて最後には鹿野くんの買いたいこの一頭いってみましょう。鹿野くんは何を押しますか今年は。はい、穴で買いたいのはこれですね、ブレークアップ。ブレークアップ、はい、これは何故。はい、これは先ほどから出しておりますこの対立ですね、はい、両馬場の4日目も8日目も両馬場であれば基本的には4コーナー1から5、6番手にはいないといけない、うんうん、ブレークアップ、うん、どのレースも基本的にはもうこの辺にいますと、まあ、うん、天皇賞とか見るとまあこの辺ですかね、うん、であと枠ですね。ああなるほどね。これがですね4日目の両馬場だと7から8枠って全然来なかったんですよね、うんうんうん、これ去年一昨年なんですけど、うん、それがですね過去10年に8日目の両馬場で行われたレースは7から8枠がめちゃくちゃ来るんですよ、うんうん、でこれ人気馬もたくさん混ざってるんですけど、うん、だから一番いいのは人気の外枠、これが一番いいんですけど、うん、まあ一番いいパターンの、はい、今年そういうのいないので。そうですね、今年は人気薄ばっかり、はい、人気薄ばっかりなんですけど、うん、その中でもここですね3分の1より前にいそうで、うん、ちょうどこの一番内側って実はあんまり来ないんですけど、このちょっと外からちょっと刺してくる、うん、こういうタイプですね、うん、これが非常によく来るレースですので、あとは川田ジョッキーですよね、やっぱり、うん、阪神 2200m 川田ジョッキー乗り換わり、これはいいと思いますよ。過去10年でも1215、うん、過去5年でも0102ですし、やっぱり先行から押し切るタイプの馬の川田ジョッキー向くと思いますし、あとこのレースあれですよね、ここで初 G1 勝ちとか、あ多い、昔から多いですよね、はい、やっぱ2200とか 2500m に強い馬うん、っていうのが来やすいレースなので一発あるんじゃないかなと思います、うんうん、なるほど。あと天皇賞4着なんで、はい、3着と4着何が違うのかっていうのがあるんですけど、うん、なぜか4着以下の方が急に成績良くなるので、そうですね、不思議なもんですけどね、はい、うん、というところで一発あるんじゃないかなと思います。はい、なるほどね。ブレイクアップ、まあ、確かにちょっとね面白いところですけど、まあちょっとね決闘的な部分だけで押すとなるとノベリスト3区っていうのはなかなか成功例がね G1 とかは少ないので、まあ、その辺では買いづらいかなっていうところあるんですが、確かにあの前走のね天皇賞4着あたりの能力を見れば、まあ、あの馬券圏だったらね入ってきても、まあ、面白いかなと。ね、鹿野くんあれでしょ、まさかこの馬勝ちますとは言わないもんね。言わないですで3着でも十分美味しい馬になりそうですもんね。ジャスティンパレス、ディープボンドと差がないのであれば、うん、まあ一頭を除いた今年のメンバーであれば能力的にはそんな差がないかなと思ってるんですけど、うん、なるほどね、まあ、確かにね川田騎士が乗るっていうのもねあの魅力ですよね。人気嘘をどう動かすかっていうのはね、はい、確かに見どころの一つかもしれません、はい、というところでねまとめますと、まあ、先ほどねこう前半でやった上位馬に関しましてはね繰り返しませんけれども、まあ、それぞれちょっと見解分かれることが多かったということ、そして後半解体一頭、私はディープボンド、そしてゲストの高柳さんはスルーセブンシーズという穴目を挙げました。鹿野くんはブレークアップと、もう2人のスケベぶりがもう明らかになったというですねそういう宝塚記念の展望でございました。高柳さんあれなんですよね、実はあの私と高柳さんはあの競馬予想 TV も今週はご一緒、ね、はい、ということで、この動画をご覧になっているのがですね競馬予想 TV の前に見てるよという方はですねぜひ競馬予想 TV もご覧になっていただいてですね、この和気あいあいの雰囲気がどのように競馬予想 TV で崩れるのかこの見解分かれた2人がどういう風になるのかというのを、ね、あの見ていただきたいですし、あの予想 TV 見た後でこれをご覧になる方はですねあのこっちが本来の、コミュニケーションだということをですね、コメント欄によく書かれてます、ね、そうです、はい、コメント欄によく書かれてるんで、はい、そういう風に見ていただけたらと思います。いやこちらでもお手柔らかにお願いします。いやいやこちらこそこちらこそお手柔らかにお願いいたします、はい、ということで今回はですねゲストに高柳誠二さんをお迎えいたしました。高柳さんまたぜひよろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございました、はいはい、よろしくお願いいたします、チャンネル登録、それからですね高評価もぜひよろしくお願いしたいと思います、鹿野くんもどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、というところで今回はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。